さて、この間購入した GoPro Hero 7、風に吹かれるとボーボー音が入っちゃうんですよね。その点ソニーのアクションカムは対応がしやすいです。ここに生地屋さんで買った毛を貼ると大丈夫です。これは貼りようがないんですよねと思っていたところ、ネットでいい情報を見つけました。それはリストバンドを使うです。そんでもってダイソーで買ってきました。2個セットです。ライン入りリストバンド、スポーツ時だっておしゃれに決めたい。このラインが特別おしゃれってこともないと思いますけどね。むしろない方がいいです。まあしょうがないのでこれを買いました。これしかなかったです。で、これだとちょっと幅が広いんですよね。なので半分に切りました。で、切ったのがこれです。裁縫が得意な人はこの片方縫った方がいいですね。どんどんほずれていっちゃうと思います。そんでもってここが出るように穴を開けました。ここにこんな感じに入れる感じです。とても綺麗に収まります。背面のディスプレイも見れます。それとすぐ外れるので、ケースはサードパーティーに変えてあります。ここが開けられます。簡単に蓋を開いて充電が可能です。まあ、バッテリーなんかは空棒を外してケースから出せば外せますね。それではこれで実際に撮影してきた動画をご覧ください。
どうでした？とても素晴らしいですね。全然風の音がなくなってます。普通だったらあんな自転車で漕いだらボーボー入って聞くに耐えないです。これもうちょっとねスマートな形になるといいんですけどね。これを製品化してほしいところです。というわけで今回は GoPro Hero 7の風防をディストバンドで作ってみたでした。どうもご視聴ありがとうございました。